皆さんこんにちは、はーちゃんです。今回はドレッサー周りを可愛くするために買ったもの紹介をしていきたいと思います。よかったらぜひ最後までご視聴ください。ではスタート。というわけで今回2点購入したんですが、まず1つ目はロマプリさんで購入しました。ロマプリさんは前回ね、こちらの動画でいろいろベッドカバーとかね購入したんですが、今回購入したのはこちら、じゃーん、アクセサリーボックスです。こちらのアクセサリーボックスを買ったんですけど、ちょっとドレッサーには置けないので、ドレッサー横のテーブルに置きたいなと思うんですけど、こちらを買いました。めっちゃ可愛くないですか？ちょっと外カメでご紹介していきます。はい、購入したアクセサリーケースはこんな感じです。ちょっともう入れてしまっているんですけど、詳しいご紹介は後日アクセサリー紹介で紹介したいと思うので、楽しみにしていただけたら嬉しいです。すごくしっかりとしたアクセサリーケースで、手と比べるとこんな感じで結構大きいです。はい、というわけでめちゃくちゃ可愛いんですけど、このアクセサリーボックスはまた今度アクセサリー紹介でご紹介していきたいと思います。もうね、めちゃくちゃ可愛くてテンションが上がっているんですけど、ピンクと白があって、まあ、めっちゃ迷ったんですけど私は白を買いました。とても可愛いので、ちょっとアクセサリーをね集めるのが楽しくなるなって思います。続いてこちらのメイクブラシセットを購入しました。フランフランの購入品紹介でもご紹介したんですが、改めてご紹介していきます。こちらこんな感じでブラシが入れられるこの入れ物と、中に入れるビーズとメイクブラシが入っています。とっても可愛くてこのメイクブラシ、ちょっとビーズを入れてみたいと思います。はい、メイクブラシをご紹介していきたいと思います。とっても可愛くてお花の形をしています。立ててみるとこんな感じです。はい、というわけで今回はドレッサー周りを可愛くするために買ったものをご紹介したんですが、いかがだったでしょうか？いろいろ買ったので、またドレッサー周りも今度ご紹介したいと思います。というわけで、この動画が少しでも可愛いなって思ってもらえたら、グッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いします。Twitter、Instagram、TikTok、メルカリもやっておりますので、よかったらそちらのフォローもぜひよろしくお願いします。ではバイバーイ。またインスタにも載せたいと思います。